本日は櫛田神社の方に行ってまいりました。博多祇園山笠でですね、全国的にも有名な神社なんですけれども、博多駅からも歩いて50分ほどで、中洲川端駅の方からも歩けるんですけれども、非常に立地が良くてですね、繁華街に隣接したような場所にありますので、気軽に行ける神社の一つでもあります。今日晴れてですね、かなり暑い日ではあるんですが、敷地内はですね、非常に涼しくて、こう静寂にあふれているせいかですね、こうあまり暑さを感じないような、そういった空間になってます。こちらの建物の中には何台もおみこしが陳列されてまして、もう非常に綺麗ですね。金キラキンのきらびやかな世界がこの建物の中にありました。このように掲示があらゆるところにあって丁寧に説明がされてますね。こちら信者の方向けなんでしょうか。いろいろと神様のことが書かれていました。こちらの神社なんですけれども、とにかく鳥居がいろんなところにあるんで、どういった意味があるのかっていうのをですね、すごい気になった次第ですね。先ほども赤い鳥居をくぐってきました。こちらのゾーンは絵馬がたくさんこう置かれてまして、いろんな方のこう切なる願いが書かれていましたね。こちらカメラの北村さんの個別店舗にですね、火曜日定休日ができますよねと、そこまで具体的にこう書いて大丈夫なのかなっていうのが少し心配になりましたけれども、もういろんなお願い事がたくさんされてますね。こちらですね、お賽銭コーナーなんですけれども、たくさんのこうお賽銭箱が置かれていまして、ちょっと私も神道の信者ではないんで、どこに入れたらいいのかっていうのがわからなかったんですけれども、とりあえずちょっと人がいないところにですね、私もお賽銭を入れてみたいと思います。隣のスペースにはですね、いろんな神社のこう名前が書かれてまして、こちらですね、かまど神社ですね、鬼滅の刃で有名になったところ、こちらも書かれていましたね。何かつながりがあるんでしょうか。皆様チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。